はい、どうも、名古屋の塾講師チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井口です。どうもこんにちは。ちょっとね、タイトルの言い方を変えてみました。いかがでしょうか。ですね、この3月の頭というか2月の末ですねに、まあ愛知県の公立高校の受験方式を変えるかもしれないっていう、まあ大きいニュースが流れました。まあちょっとずっと言おうと思ってたんですけど、もう受験のことで頭がいっぱいで、で動画にすることもできなかったんですけども、これは大ニュースですよ。大ニュースです。愛知県っていうのは問題傾向が変わってくっていうのが今までもありました。まあ3年ぐらい前ですかねに変わりました。まあパターン問題で解くっていうものから、だんだん自分で考えるっていう問題になってきました。今年はもう特に自分の頭で考えて問題を解くっていう傾向にものすごくなりました。これがですね、なんと23年から大きく変わる可能性があります。問題傾向が変わるんじゃなくて、受験のシステムが変わります。これは、まあ、まだ確定は全然してないんですけど、2020年の4月から、まあ、そういった委員会みたいなのを立ち上げて、で12月頃ぐらいにどういったもので決まるのかっていうのを、まあ、発表するっていうような形になります。なので半年以上後に発表って形なんですけども、まあ、これがものすごく大きく変わるので、少しね、ちょっと2023年に受けられる方は頭の中に入れておいていただきたいかなと思います。でどういったことが変わるのかっていうのは、まあ、正式には出てはないんですけども、ただ、まあ、大村知事がですね、一応言ってることとしては、受験校を今2個受けれるんですよ、愛知県って。でこれ全国的に見ても結構珍しくて、なんで2個受けれるかっていう理由はですね、まあ公立高校っていうのが愛知県ものすごく多いんですよ。で例えば一つの学校に固まっちゃうと、他の学校だったら受かったのに、その学校を受けたことによって落ちちゃうっていうことが起こるんですよ。そうなると、ある高校の倍率はめちゃくちゃ高いのに、ある高校の倍率はめちゃくちゃ低いとか、あとはもう定員割れしちゃってるとか、そういったものが出てしまうっていうことになります。なので愛知県はそれは良くないねっていうことで、で2校を受けれるようにして、人数をまあ平らにしてるっていうような形をとってます。ただ全国的に見ると、そういったことが当たり前のように起こってるんですよ。いわゆるここの学校はたくさん受けるけど、ここの学校はまあ受けないとかっていうのもあるので、なので、まあ、愛知県はなんでそういうのをやってたかっていうと、正直公立高校を減らしたくないっていう考えが多分根底にあったんじゃないかなと思います。理由はまあいろいろあります。これはもう愛知県だけじゃなくてですね、僕の出身の三重県でも実はもう潰してもいいような学校とかもあるんですけど、まあその市とかね、町とかの許可が取れなくて、それで潰せないっていう学校とかもあったりとか、まあ本当にいろいろな問題があります。で多分愛知県はどういった方向に行きたいのかっていうのは、まあまあ、2校受けれないっていうことになると、そうすると、まあ、一発勝負っていうので、まあ、まあ、これは大村さんも言ってるんですけど、受験生の、まあ、負担がちょっと減るっていうことと、あとは、学校を潰すことによって、まあ、少子化でね、人数も減ってきてるっていうのもあるかもしれないんですけど、潰すっていうことで、ある学校に対して、まあ、ある程度のね、その先生を固めることができる。そうすると、まあ、いろんな、なんていうんですかね、そのシステムを学校に取り入れることができたりとか、授業を取り入れることができたりとか、まあ、いろんなやり方ができたりとかします。ただ近くの学校がなくなってしまうと不便っていうのは、これはまあ都市圏の中でも結構まあ、電車でね20分ぐらいのがしんどいっていう子もいるぐらいなので、なのでそういうのが出たりとかするんじゃないかなっていうのは考えられます。で一つは2校を受けれるのが1つになるっていう可能性が今のところ出てます。まあ、これはもう多分確定になるんじゃないかなと思うんですけど、でも実際のところはまだちょっとわからないです。でも2校から1校に変わる可能性が多分今回の話の中に出てるので、まあ、それが出るんじゃないか。あとは今尾張とか三河とかっていうその
枠があるんですけど、これがもしかすると取っ払われちゃうんじゃないかなっていうのもあります。なんでかっていうのは、二校受験だからこことここの、学校を受けてねっていう形である程度こう指定をしてたんですよ。でもそれを取っ払うことによって、例えば名古屋に近いんだけど、名古屋の方がレベル高いんだけど、でも地区的にここの方を受けなきゃいけないって言って受けっていう強制的にね受けさせられるってこともあったんですけど、それがなくなったりとか、あとは、まあ、今1軍とか2軍とか、まあ、A 日程とか B 日程とかなんかいろいろあるんですけど、そういったものも全部取っ払われて、もう本当に1回で地区もそんなにこう境目がないみたいな状態になるんじゃないかなっていうのは一つの、まあ、きっかけとして、まあ、やる可能性があります。僕の、出身の三重県は、僕の時代は北西、中西、南西って言って分かれてたんですけど、僕の下の年から全部それが取っ払われてどこでも受けれるようになったんですよ。そうすると四日市高校っていうすごくレベルが高い学校の方にみんな偏っちゃいました。もう南からも四日市高校っていう、なんでかっていうのは四日市高校は駅から近いっていうのと、あとレベルが高いっていうのですごく通いやすかったんですよ。近鉄電車の近くっていうのもあったので、なのでそういった傾向がもしかすると出てくるんじゃないかなっていうのは、うん、あります。でもう一つ、まあ、これはもう確定ではないんですけど、受験の今日がですね、まあ、3月の10日前後ぐらいにあるんですけど、これ受験で合格発表がまあ3月の20日前後になるんですよ。まあ今年は18日だったんですけど、それって、ね、高校に対しての準備できないんじゃないっていうのが、まあこれ本当にちょっとだけ大村さんの方が言われたみたいなので、なんでもしかすると受験が、まあ2月のね頭に私立高校があります、愛知県は。でもしかすると3月にならずに2月の中旬とか下旬に公立高校ポーンって行ってくる可能性もあるんじゃないかっていうのが、少しこれも話として出てます。なのでまあもしかするとなんですけど、受験日も変わる可能性もあります。今推薦っていうのも一つの当日ね、今までだと推薦日っていうのがあって、で受験日っていうのがあったんですけど、今これが一緒になってます。これと一緒のような感じで、なんかこう受験日っていうのをなんかこう前にしたりとか、まあ、推薦日また作ったりとか、なんかこういろいろ多分やってくるんじゃないかなっていうのが、まあ、今回ねその2校が1校っていうのがものすごく大きいので、なのでそれによっていろんなものが変わる可能性があります。で最後になんですけど、これ2校1校に受けられるっていうことは結構挑戦的なんですよ。まあ、愛知県の本当に受験の改革っていうのをするっていうことになります。で2023年に受けられる、まあ、受験生ね、今もう小学生だと思うんですけど、小学生の子はね私立中学に通うっていうことを選んでもいいのかなと思ってます。というのはまあかなり一発目っていうのは受験って波乱が起きやすいんですよ。まあ、特に2年目3年目も起きやすいんですけど、今年がそうだったんですけど、なのでもし、まあ、公立高校に対してちょっとうちの子どうなのかなって思われてる保護者の方は、私立中学っていうのを少し考えてもらってもいいのかなっていうのがこのきっかけにもなると思います。愛知県は全国的に見ても2校受けれるっていうのは本当に稀というか、こんなんやらなくても本当はいいんですよ。ただ今までは学校を残してこうとか、ね、まあ倍率を下げようとかね、いろいろこうやってたから、だからわざわざ2校受けれるっていう形だったんですけど、正直1校で十分なんですよ。そこまでね2校受けれるっていうのは、まあ受験生にとってはね、こっち受かってこっち落ちてっていうので、こう滑り止めっていうのを作れるので、まあ良かったんですけど、ただ結果的にそれで受験生を苦しめてる部分っていうのもやっぱあるので、なんで今回、まあ、波乱として起こるとは思うんですけども、ただまあ私立中学っていうのも一つの手だし、あとはまあ高校受験の時に、公立高校の受験の時に、まあ、1校だけど、まあ、うちの子は大丈夫そうっていうんであればそのまま進んでもらってもいいのかなって考えるきっかけとしては、まあ今回
早めに出してくれたのは良かったんじゃないかなと思います。またこういった情報はね、少しずつ出たら、まあ、ちょっとずつ出していきたいなと思いますので、またぜひこの YouTube チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。